今朝新聞の片隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。去年も一人で誰にも知らず一番後ろで見てました。あの歌もう一度聴きたくて私のために作ってくれたと今も信じてる。あの歌を初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌っていた安いギターをいたわるように。いつかポケットにあったあの店の待ち箱ひとつ今で時々取り出して一つつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに近くの駅まで一つの傘の中帰り道。そして二人で口ずさんだあの歌はもう歌わないのですか。私にとっては思い出なの。